日朝接触で実質進展なし北朝鮮大使というね、こちらも続けて深入り参りまいりま要はこれあの、ちょっと分かりにくいあの記事の出だしになってるんですが、あの紙み砕いて実際に起こってることを言いますとね、ええ、まずあの安倍総理が今回の内閣改造で拉致問題担当大臣を菅官房長官に、はいえー、兼任ということにしましたよね。ええ で皆さんお忘れなきよ拉致問題担当大臣っていうのは実は交渉を担当することはできないんです少なくとも今までできなかったんですよ、うん、交渉はあくまで外務省がやってて<え>つまり外務省が話さないわけですよね、うん、拉致問題担当大臣っていうのは要するに家族の方々とお会いしてお話をお聞きしたりという、えーね、そういうことが中心なんですよ、うんね、で僕は民間人の時代からこれずっと総理にも直接申し上げたのは 拉致問題対策本部が内閣にあるって言いながら、拉致問題対策本部が内閣にあるっていうのはどういう意味ですか、本来。これは拉致問題は拉致事件なので、普通の外国交渉でできるわけがないから、外務省が担当してるだけでは足りないから、全省庁の知恵を集めて、拉致問題対策本部を作ったわけですよね。だから ある意味、外務省だけが交渉するんじゃなくて、拉致問題担当大臣も含めて、拉致問題対策本部が、つまり憲法9条の制約があっても、自衛隊の存在とか、あるいは優秀な日本の警察の存在とかを全部込みで、外務省じゃなくて、全政府が交渉しなきゃいけないのが、本来の拉致問題対策本部を作った目的なのに、前も申しましたが、 拉致問題対策本部から首脳級が2人お見えになって僕に講演依頼かと思いきや当然、民間人の時代ね今だとまた話がちょっと変わりますけど民間人の時代にお見えになってから当然、講演依頼かなんかだと思ったら今、北朝鮮との交渉はどうなってますかそれから北朝鮮の実用はどうなってますかってことを聞きに来ましたと言われたんで最初口がぱっくり開いたけどもあのさっきの部会の話と同じでねいやよく来られましたねと。 本当は僕が皆さんに聞いても答えてもらえないっていう話を皆さんは僕に聞いてくると、うん。これ明らかに逆転だけれども、いかに拉致問題対策本部が外務省が依然握ってて、で、二人とも非外務省ですから、違う省庁から来てるから。例えば予算決めるのは財務省でしょそれから日中の経済協力やるんだったら経済産業省でしょね。ね。だからそこから来たとは言わないけれども、だから他省庁から当然首脳陣に入ってるわけですよ。首脳陣に入ってんのに、 ガミちゃん何も教えてくれないと。はいね、で、普通それでもっぽいじゃないですか。だって、あとで自分の出身省庁に戻るんだから。えー、ね。2人とも戻られましたよ、実は。えー、そんなほっとくのは普通ですよ。それがわざわざ、外に向けて発信してる民間人の僕に、あの会いに来て、その時に内緒にしてくれって話は何もなかったから言ってるけど、でも、省庁名もお名前も伏せって言ってるわけですよ。いわば僕のモラルで。ね。えー、話を元って戻すと。それが拉致問題対策本部の実情だから、 その時総理にもお話をして僕の,あのことなんか全然影響してないですけれども僕のせん越ながらアドバイスは影響してないけれども拉致問題対策本部の中に連絡役を作るべきだとあの外務省が自分から胸を開くことがあり得ないからだから外務省や財務省や経済産業省や農林水産省や防衛省やそういうところと警察庁と行き来できる連絡官を置いてくださいと言ったらあの置かれたんですよ。 もう一回言いますが僕のアドバイスと直接関係ないと思いますよ、でも結果としては置かれたわけですよ、ね<え>そしたらその連絡官が僕のところにお見えになって、ああ男泣きされたわけですよ、<え>ドアすら開けられないと、ねで、これはずっとその後も放置してきたわけですよ、拉致事件、拉致被害者救出のために頑張ってると言いながら、これは放置されてきたわけですよ、でこれ、外務省の悪口言ってんじゃなくて、 外務省が交渉してたら、これは国際ルールとしても、北朝鮮も外交部ですよ。えー、北朝鮮の外交部、全く拉致事件に関与してないんですよ、そもそも。えー、大体知らないんですよ。えー、日本の外務省に情報をせられるどころじゃないですよ。これ、全部独裁者と、それから工作機関と一部軍がやってるだけであって、軍もあの本当は関わり小さくて、独裁者とその直轄下の工作機関でやってるんで、えー、北朝鮮外交部なんて、えー、 もう全然あさってのところにいて、えそんなことあったんですかという、ね、いやこれはあのー、あえて言いますね、100%間違いありません、はい。70、80、90、10、10って言ってくらい、ずっともう、長いこと確認し続けてきたことであって、世界のインテリジェンスも味方全部同じですよ、ね。ということは、日本は交渉してるようで、交渉してないんですよ。 これはそのさっきの受験勉強の話と同じでね、がんびが間違っても、いや、私たちだけでやってたら交渉すみませんとは言えないんですよ、えー、これもそういう模範解答な,ないじゃないですか、ね、自分の責任は全うしなさいっていう、あのだから受験勉強の大きな特徴の一つは、模範解答が一つかごく少数に限られてて、多様な考え方って反映できないんですよ、そんなことをしてたら試験問題が作れないし。そうですね 選別でできなないいじゃないですかだからそれだけやってると、もう同じような考え方の人間ばっかりになっちゃうってことを僕は前から言ってるわけで、はい、だから教育問題も内政外交と全然切らなくことはできないんですが、話を元に戻すと、ようやく安倍総理はここまで追い込まれて、い<や>追い込まれてるでしょ、ねうん、例えば、横田めぐみちゃんが13歳で拉致されたのが、あの53歳になっただけの去年、驚いたのに、もう54歳ですよ、うん、ねえ。 それで例えばお父様はなかなか外に出ることも難しくなられた僕と神戸で幼稚園が同じの有本恵子さん恵子ちゃん恵子さんにしても、えー、お父さんは一生懸命僕の独立講演会に来てくださるけどお母さんは家の中でトイレ行くのが精一杯といってうぐらいにもう気力で頑張っておられるけどもうご夫婦とも九90を超えてるわけですからねだから総理はそうやってあの一国の総理ですから。 あの焦燥感を出したりね、顔に表したりなさらないけど、実際追い込まれてるから、<ー>そのやっと菅官房長官を拉致問題担当大臣にして、<ー>つまりその、官房長官っていう役職はその、菅さんの強力なリーダーシップもあるけれども、官房長官というからには、この総理になり代わって、全省庁をこの監督する権限があるじゃないですか、で官房長官によっては、できなかった人もいますよ、でも菅さん、それ、現にやってらっしゃるから。 そういう意味でその外務省のこうしているところもこう,こうさせて、拉致問題対策本部が実際動くようにするという意味と、もう一つ、官房長官のもとにやっぱ情報機関が入るんで、その情報機関を前に出すと、これは実に正しいんですよ、日本では情報機関ですよ、しかもスパイ防止はないから、権限はないけれども、調べるだけですけれども、でも国際社会で認められた。 内閣情報調査室とか、警察庁外事情報部とか、防衛省情報本部とか、インテリジェンスと言われる世界があって、ね。で、この全部じゃないけど、<laughs> 一種の軸を官房長官がコントロールしてるところもあるんで、これが出てくると、北朝鮮は外交部は退いて、情報機関が出てくるんですが、北朝鮮の大きな大きな特徴は、情報機関と工作機関が同じなんですよ。だ日本と真逆で、スパイ防止法どころか、 もうあのー、情報の名乗るもとに何でもできるわけです人殺しも、拉致も、ね、ええ覚醒剤麻薬販売も、何でもできるわけですよ、偽、ね、札、ね、も。うん、で、でもそれは国分類でいうと情報機関だから、うん、日本が情報機関出てきたら、そこは出てくるわけですよ。だからこの間、北朝鮮の相手が策略失長っていう女性でね。うん あの普通の国民の方々、北朝鮮の策略室という制服<す>機関があるのかと思、すごい名前ですけどね、<laughs> ええ、これ、僕、朝鮮語できないんであの、朝鮮語の専門家に複数これも確認したんですが、いや、これ、やっぱり策略室と略すのは正しいですってやったんで、えーえー、例えばあの日本の内閣に策略室ってあったら、みんな驚くでしょう、そうでしょう、あれはホワイトハウスに、いくらトランプ政権でも策略室ってあったら驚くでしょう、それが普通に出てくるんですから。<laughs> スピラシーですよ、ねえー 普通に私策略室長ですって出てくるわけですから <laughs>、ねで、それが始まってるんですが、そこにですね、この北朝鮮のソン・イルホ大使っていうのは、これはあ見かけ上、いわば外交部の人であり、はい、外交部はさっき言ったであさってで全然知らないけど、このソン・イルホっていう人は、日本が外務省で出てくるから<ー>の、いわば表面上のリーダーをずっと長年務めてきて、それでいわば粛清されないで生き延びてるようなもんですよ。<ー> だからこの人が、まあ、あの要するに独裁者が恐ろしいから大きなことは言えないけれども、はい、でも、はい、そのの全然実質的にはうまくいってないというのがバーッとこうベトナムを通じてこうリークしたわけですよ。うんね、でそれは確かにそうで日本が情報機関を立ってたら向こうがその拉致事件に関係のある部署から出てくるんだけど本当はね あのこれはあの交渉事ですから僕も知ってることは全部言えないんですけど全部っていうかほとんど言えませんがもうこういう感じなんですよ、ばーンってこういう感じでね。<ー>というのはお金困ってないからですよ、端的に、えー、そのトランプさんがシンガポール会談を6月12日にやってくれたこと,ことでやっぱあの値段がさらにこうやって上がってますから北朝鮮の核ミサイル技術の値段がソフトも含めてカードは今、取引はなかなかしにくくなってるけどソフトはこのあのほとんどあの抑えようがないですから。えー そうするとや闇市場で本当に値段が上がってるから、うん、でこれはまさかクレジットカードとか <laughs> じゃなくて全部、えー、全部ドルで、ねえー、まあドルでなかったらせいぜい一部円使うかなぐらいで、まあ、ドルですよ、うん、だから世界のどこでも円は残念ながらこれだけ信任されてるの世界のどこでも使うわけでは全然ない皆さんが影響力を得られる時に通貨交換されるそうでしょでも基本的にドルは、えー、あのどこでも本当は、はいあのー 使えないと言ってる国でも実は使えます。お試しにドル受け取ってくれますかって対岸の人はドル受け取りますね。ねだからドル建ててワンワンこれがその核ミサイルビジネスでいうとお金正恩委員長はじめ金一郎君のところに入ってるんでしたがってその北朝鮮が拉致被害者をもし返そうとするなら例えば悪いことしましたとか反省しましたとか拉致被害者の人権があまりにも侵されてるとかそういう理由になることはゼロです。 ね、今日なんかそういう極端な、極端に見える話が多くて申し訳ないけど、100%ないです。世の中に100%のことはない、絶対はないっていうけど、それは俗論であるんです。ね、はい。で、従って、北朝鮮が日本に拉致会社を返す場合は99、99%金です、ね。で、残りの1%は、例えば今起きてないけども、もし金子族の独裁が壊れそうになったりしたときに、 あの金だけじゃなくて、いろんな支援が欲しいって時に、残りの1%があるだけで、えー、今、金一族はむしろアメリカに保障してもらって、はい、あの独裁体制は強まってますから、あまあ、あの全部隅々までないけど、はい、基本的には強まってるから、そうすると、脱マニン、要するにお金だけなんですよ。で、お金ある状態で交渉に応じるわけないわけですよ。はいね、だから出てくるけども、出てくるだけで何も進展しないんですよ。はい、そうするとと安倍総理としてはさっっき言った通り一日一日拉致会社の あのご家族だけじゃなくて、拉致被害者本人が年齢を重ねていかれるから、早く何とかしないといけない、それでアメリカに期待して、トランプさんがズーぶん言ってくれたり、あるいはパン・ペイオー国務長官も言ってくれたけども、北朝鮮は実はほほほほ全然これ、動かないんですよ<ー>、その残るのは、どこですか、やっぱ国連に頼むべきですよね、なんちゃってでしょ、はい、じゃあ、モディ首相に、なんちゃってですよね、<ー>まあ北京しかないんですよ。 それでこれはまあ日中首脳会談のいわば隠れた目的で,でこれオールドメディアで報じたのは産経新聞だけですでただですねあの僕はあの産経新聞の批判もするから全オールドメディアからいないことにされてるわけですけどなんか外国人労働者であとで取られてますけどあのまた利用されてるだけでいないことになったのは基本的にそう変わらないんですけど 例えば産経新聞が日中首脳会談についてね安倍総理が李克強首相と長時間話したのは、えー、習近平国会主席に対する牽制だという記事があの一面レベルで出てたんですがこれははっきり言って前妻ですね、うん、その李克強首相に安倍総理が接近したからといって 習近平さんが困るってこともほとんど起きないし、<ー>そんな中国共産党の内部抗争、内部抗争は確かにあるんですよ、<ー>習,近習近平国家主席と李克強首相は全然考え方が違うんで、<ー>ね、これこれあの、それは事実ですが、そこに日本がその手を入れて<ー>あのかき回そうとするぐらいだったら、<ー>このパンダがなんちゃらって話にね、<ー>ましてや通過サップなんて話、一体一になるはずがないんですよ。<ー>うん、だからそうじゃなくて 中国が求めるのはそのアメリカに対して壁になってほしいというのと困っているのはアメリカ軍が攻めてくるって話じゃなくて、うん、そ,のそれだったら南シナ海で中国のあのボロい軍艦がね、駆逐艦がアメリカの優秀な英術艦に異常接近したりしませんよ、戦争になると思っていたら本当は一撃で沈められてしまうからならないと思っているから虚勢はあるんであってだから中国が何に困るかというと経済、経済、経済なんです。 アメリカのものをちょっと買う代わりに中国のものをたくさん買ってくれるということでやってきたのがねもうあ、あの中国のものを売るんだったら、関税がね25%ついたりするってなってるんで、これあの今でも数字、見せかけの数字なんですよ。経済統計ってのは、例えば成長率って。その見せかけの成長率ですらこうやって低く発表しなきゃいけないぐらい困りに困ってるから、だから経済でなんですよ。 だから通貨サップも起きるんで、だから経済担当の経済通の西欧社会で一番知られた李克強首相っていうね、中国共産党では例外的な経済通。なぜ李克強首相の国際デビューっていうのは、中国の経済統計は当てにならない。はっきりと嘘だって発言を西側メディアにして、で、自分は実際にその鉄道の貨物が どれぐらい動いてるかとか電力消費がどれぐらい伸びてるかで経済の全体判断してるって言ったんで話題の人になってそれが習近平さんのような方にとったらもう最初からこのけしからんやつだともともと習近平さんは世襲出身でこの大使党って言ってるんですけどで李克強首相は共産主義ねえ共産主義の青年の集まりからね制生団っていうところから出てますからいわば。 国弁令してて叩きき上げ出てきた人ですよいやいや習近平さんみたいなお父さんのご意向で最初は出てきたんじゃなくて、うん、その対立もずっとあって、ね、でもそこに安倍総理は首突っ込んだんじゃなくて、うん、中国側が経済の話をしてほしいっていうから、うん、李克強首相と会談が長くなっただけでこれは日本外交があの習近平さんと李克強の間に入ったって事実はありませんから、はい、だからあのちょっとひいきの引き倒しっていうかね あのそういうところがあるんで、そこは違うと、この番組をご覧になっている方は、産経新聞の読者、保守的な論調をご覧になる方が多いんで、念のために申しておきます、はい、ただし、僕は申し上げているのは、僕は今回の総理訪中に賛成してません、ね、絶対反対とまではわないけども、賛成はできないけれども、ただし、こういうその戦略観に基づいている点と、これは他の今までの日本の首相になかったことです。それからこういうい拉致事件の,いや拉致事件の あの解決進展のためには中国の力を借りざるをえないと、ね、憲法9条がまだ改正されない現状においては日本自身が圧力をかけることはほとんどできない日本自身がかけられるのは経済的な圧力だけですがさっき言った通り、はい、北朝鮮の独裁者は国民が飢えても、ね、それは関係ないとまで言わないけど一番重大じゃなくて自分の財布があの潤っているか空なのかどっちかですから。 だから2002年9月中旬の時は自分の財布が不安だったから金正恩総書記が小泉総理を受け入れたんであって今回は自分の財布はお金でもドルでパンパンだか,ねだからそういう時には日本が自分で圧力かけられないもう一回社会を見て考えると国連とかもう笑い話ですからチャイナしかないのでこれはある程度実害のないことをやるとねだからあとでもう一度言いますが通貨スワップも この日銀,日銀の本には違うんですけど財務省や外務省はまあ実害はないでしょうとこ,のこ,うこういうタイプのスワップだったらとでパンダは別に日本政府が枯れてくるわけじゃなくてあの神戸などの地元の動物園が枯れるんだからとか、はあ、一帯一路も総理は確かに今回放置の時に一帯一路に協力するとは一言もおっしゃってないですよ、ね、あの日中の企業があの世界中で協力できるようにって言ってるだけなんでだからこの程度だったら その悪影響が実害いくまでいかなくてでも日本の戦略的なやり方には沿ってるっていうのは考え方なんですよただその上で僕は今回はやっぱ違うと思います、ね、それはあの結果花田に書いたとおりです